さんこんにちは。こんにちは。本日は東京タワーにご来島いただきましてどうもありがとうございます。ただいまから東京タワー TV サタデーが始まります。本日の MC を務めさせていただきます東来彩香です。どうぞよろしくお願いします。さて3連休の1日目ということで皆さん満喫していますか？すごいうなずいていただいてはい、今日も素敵な1日を東京タワーでお過ごしください。東京タワー TV は毎週土曜日日曜日放送のユーストリーム番組です。毎回素敵なアーティストやゲストをお招きしてライブありトークショーありで東京タワーの魅力をお伝えしていきます。またこの番組はパソコンやスマートフォンでどこからでもご覧いただけます。放送時間は午後3時から4時までの1時間、5時から6時までの1時間、そして7時から8時までの1時間の合計3時間番組です。東京タワー大展望台1階のクラブ333から公開生放送でお送りしています。まずは東京タワーからお知らせです。10月10日は10々ということで東京タワーではお好み焼きの日となっています。今年で5回目となる東京タワー恒例のお好み焼き1010食を大盤振る舞いするイベントのお知らせです。今年は明日10月12日に開催いたします。お好み焼きを無料で振る舞うだけでなく広島の魅力ある産品ザ・広島ブランドを紹介するほか広島県の文化キー岩国市のソラッピーが応援に駆けつけてくれます。鉄塔と鉄板、このコラボこそまさに鉄板企画。明日10月12日はタワーのふもとで広島を感じながら美味しいお好み焼きに舌鼓を打ってみてはいかがでしょうか。またお好み焼きの無料試食はなくなり次第終了となります。詳しくは東京タワーのホームページをチェックしてください。それではお待たせいたしました。この後は歌手、声優、ナレーター、ラジオパーソナリティなどで活躍中の幸田麻里子さんの番組幸田麻里子のタワーフルステーションをお送りします。なお番組中の撮影は禁止となりますのでご了承ください。それではどうぞ。マリコ・コーダ at 東京タワー TV! This is a wonderful, heartful and tough TV program that we would broadcast our Japanese speech to you and all over the world through internet from Tokyo Tower we have been proud of. I brought you our special program from Club 333 in Tokyo Observatory! Let's enjoy this moment together!ハロウィンです。東京タワー楽しんでますか？こんばんは。楽しんでる？イエーイ。超かわいい。うちの子になる？あ、ならすいません。本当すいません。でもかわいい子を見るとつい興奮してしまって大変失礼いたしました。毎月第2土曜日このクラブ333でこのお時間からですね、生放送、公開生放送をさせていただいております。普段はお着物、和装が多いんですけれども今日はハッピーハロウィンということでですねこんな格好をしてみました。このなんかインチキ臭い感じがいいでしょ。手作りっぽい感じが、手作りじゃないけどね今週もたくさん、今週ちょう早く今週になりたいな。チラリ、今月もたくさんのお便りとメールいただいております。ありがとうございます。
台東区のマリネーズちゃん、ありがとう。初投稿ですということで、いつもありがとうございますね。ずっとね、ターフルには初投稿ということでいただいております。先だ先だと思っていた出産予定日が来月になりました、というのを先々月いただいておりましたので、今頃もしかしたら腕に抱っこされてるかもしれないですね。今のところまだ足りていなかった肝っ玉をゲットして、強いお母ちゃんになりたい。ちなみに男子予定、皆さん覚えてらっしゃいますか。私が10年ぐらい前に皆様に申し上げた客席 1.5 倍計画が着々と進んでおります。みんなも頑張ろうね、私も頑張るからね。続いて大阪府淀川区の森くん、いつもありがとうございます。このハガキを書いている本日10月8日は月食の日。月食、皆さん一緒に見られましたか。雲ひどいたいのかな、うわー、月食見られましたかね。薄ごもりだったんですけれどもね。ちなみに僕の誕生日なのです。ということで、森くんのお誕生日を祝うのも今年で何回目。本当にいつもありがとうございます。お誕生日おめでとうございました。そしてこちらですね、府中市のですね、草田さんですね。大丈夫でね、府中で大丈夫だよね。タワーフルも6回目、なんか早いです。お台場もそうでしたが、まさか自分がこんなに東京タワーに来るなんて思ってもいなかったです。ということで、今日も来てくださっていると思いますが、なんと、ありがとうございます。今ここ高校とライトに照らされてて、私の瞳孔はかなりちっちゃめになっております。猫で言うなら1000ぐらいになっていまして、こう皆さんはですね、恐怖映画の真っ黒い人影のようになっております。ハロウィンですからね。東京に住んでいるとすごく好きじゃないと東京タワーには来ないし、いや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 来ておくれ。ほら、ジュージューの日もあるしね、鉄板の日もあるしね。中に入らないと思います。タワーフルがいっぱい続けば、俺100回来たことあるんだって自慢にはならないかも。なるなるなるから、ならないかもしれませんが、ちょっとすごいと思います。100回か、週1になればきっとすぐだよね、チラリ。そして三重県 DDD 星をつぐものさん、なんか今日来てくださるということでですね、ありがとうございます、超嬉しい。でも恐怖映画の人影みたいに見えます、ごめんなさい。マリコさん、はじめましてこんばんは、というしらじらしい挨拶。東京タワーで、はじめまして。GM の時も来て、あ、そうなんや、本当にはじめましてなんだ。はじめまして、よく知ってるけど、なんかハグハグもしたことあるけど。この番組の存在は以前からリスナー仲間の二神さんから聞いていたのですが、土曜日にお家に閉じこもっていられない性質の私はついお外に出かけて番組が聞けずじまいでした。なんだと。なのでつい土曜日に出かけてしまうなら、東京まで行けば間違いなく聞けるんじゃね、的な軽いノリで東京までお出かけしますって。ありがとうございます、すごい嬉しいです。東京都千代田区の秋葉まどかさん、ありがとうございます。マリネこんばんは。こんばんは。突然ですが問題です。以前からどこが変わったでしょう。正解は、実はこんにちはがこんばんはになったんです。秋分の日過ぎましたからね。かっこじゃついてなかった、ただの笑いだった。刻々と色合いが変わっていく中での放送を楽しみにしています。でもこちらから見られないんですよね、外の景色。見ても嫌じゃないよ、見てもいいよ、私あのまどかくんの後ろ頭見てるから。でも帰りにキラリと光るマリネが、キラリと光るマリネが、まあかぼちゃだけどな、見られるからいいですけど、ということでいただいております。どうもありがとうございました。本当にたくさんのメールをいただいて、お便りもいただいて、小手さん感激ですよ。さあ、それでは早速今宵もこのコーナーから参りましょう。今日の東京タワー。今日の東京タワー、今日の東京タワー、どんな東京タワーでしたか。入ってきたところからもうハロウィン一色ということで、そちらではなんとコスプレの撮影が、ね、私今日これ自分で持ってきたんですけど、被らなくてよかった。でもこんなちょっとインチキ臭いやつは被るのもないだろうなと思って、結構あのちゃんとしてるやつでコスプレが用意されておりますので、もし興味のある方はぜひぜひコスプレしてみてくださいね。
親子でするのも素敵かもしれません。はい、そしてですね、なんと東京タワー、先ほどね、あの MC のうるわしお姉ちゃまもお話ししておりましたが、10月10日は JUJU の日、鉄板の日ということで、なんと明日10月12日、なんで今日じゃないの？お好み焼き1010食、なんで今日じゃないの？明日なんですって。なので、あのもしお泊まりになられる方がいらっしゃいましたら、お好み焼き食べに来てくださいね。スタッフの皆さん、明日ね、いらっしゃいますよね。食べ放題じゃないですか、ムカつきますね。まあそんなこと言ってはいけませんね。はい、10時の日でも、私的には10月10日っていうと、まあ仲のいいディレクターのおたっきー佐々木、おたちゃんの誕生日とか、ツインビーパラダイスが始まったアニバーサリーとか、いろいろございますけれどもね。でも楽しさ満載ですね。でもってね、明日の日曜日、もしこちらにいらっしゃられる方がいたら、ぜひクラブ333覗いてみてください。あ、クラブ333ですって言われました。333太陽333。3時からはグラビアアイドル川名しおりさんによる番組ハロー TV をお届けします。で、グラビアアイドルということで、ちょっとセクシーな格好でやってくださるの？負けてられないな。聞いてくれる？普通さ、事務所とかレコード会社といえば、本人が私この格好したい、この格好したいって言ったら、甲田さんそれはダメです、露出のしすぎですって止める方でしょ、止める方でしょ。うちのレコード会社何持ってきたと思う？私にかぼちゃの下にこれ履けって言うんだよ。却下。川名しおりさんに会えますので、ぜひいらしてください。3時30分からはシンガーソングライターのユアーズさんが登場します。ユアーズさん、ごめんなさい、名前読めなくて。でも大丈夫、ユアーズさんもきっと私の名前読めないから。第2部は5時からシンガーのリカナさんが素敵な歌声を届けてくれます。このクラブ333はですね、ライブもよく開催されていて、私も遠い昔に MK コネクションをやらせていただきましたね。懐かしいな、懐かしいな、監視カメラ。そして第3部は7時からシンガーソングライターの海夏さん、アコースティックデュオの京太郎さんと春彦さんのお二人によるライブをお送りします。ね、暮れゆく秋の夜長に素敵なライブ、どうでしょうかね。まあお腹すいたらね、あー腹が減ったなーみたいなね、お好み焼きを食べに行き、いいね東京タワー。さあ、甲田真理子のタワフルステーションは毎月第2土曜日夕方5時から6時、ここ東京タワー大展望台1階クラブ333から公開生放送でお送りいたします。今日もたくさんの方来てくださっております、本当にありがとう。そして画面の前の皆さん、ありがとう、嬉しいです。またこの番組は東京タワー TV、 お台場 TV、 原支部 TV でユーストリーム配信もしております。パソコンやスマートフォンでもどこからでもご覧いただけます。ただしデータ量制限にはご注意ください。またアーカイブは後日 YouTube チャンネルにもアップされますので、今回の放送も過去の放送も過去の放送も何回も聞けるので、見られるので、ぜひお楽しみくださいませ。温故知新、昭和のかほり、温故知新、昭和の香り、みんなでこの東京タワーから昭和の素晴らしさを世界に届けようというコーナーです。我々もそして再認識できたら素敵ですね。あなたの周りで見つけた昭和教えてください。大好きな昭和の歌謡曲、赤ちょうちん、名作映画、お父さんお母さんの面白い習慣、ちょっとね、ほらちょっと平成の僕たちにはわからないわ。まあ私は昭和の女ですけど、なんであの全然わかるんですけどね、父と母が面白いことしててもね。でもあの平成生まれの皆さんは、お父さんこれなんでしてるんやろかと思うことたくさんあると思うので、ぜひ教えてくださいね。昭和の思い出、昭和の素敵、みんなで昭和を学び、平成に生かしていこうというコーナーでございます。おはがきでいただいております。埼玉県朝霞市のどうぞのとおるさん、ありがとうございます。今ちょっとポーズ撮ってくれたんですけど、やっぱりハロウィンですから怖い人影になっております。マリコさん、今月もかまってやってくださいませ、いくらでも。昔はそれほど興味がなかったのですが、少し前から男はつらいよ、喜劇駅前シリーズのような昭和の邦画の傑作にハマっています。年齢的にようやくトラさんのような人情味あふれる物語の面白さを理解できるようになったというのもありますが、
映画の中に映し出されている当時の日本の風景が新鮮だったり懐かしかったりというのも楽しいんですよね。今は失われていたり形状が変わっているビルや電車とか、お祭りのシーンで出てくるお面のヒーローとか、その時々の昭和の映像記録としても昔の邦画には貴重な価値があるように思えて、見るたびに発見があります。でも実は個人的に最もグッとくるのはこれね。多分ね、地上波のラジオとかだとここから読めない。でも多分タワフルは許してくれると思う。東京タワーは懐が広いからね。でも実は個人的に最もグッとくるのは、昔の映画を今見た時の放送禁止用語のオンパレードっぷり。言葉にしろ映像表現にしろ、今だったら絶対にアウトだというシーンがごく当たり前のようなこととして展開されていると、ストーリーとは関係なく苦笑いさせられてしまいますが、よしよしは別として、何でもかんでも規制されているよりはむしろ健全さを感じますよね。特にエッチな方向なのはいい。ものすごいちっちゃい字で、私が読めるギリギリのちっちゃい字で書いてありますが、読んでやった。どうだありがとうございます。そうですね、私も古い映画を見るのは好きなんですけど、どうしても忘れられない衝撃的なムービーがございまして、ちょっと良さは分かんないんだけど、というかなんか不可思議で、ちょっとなんかどうなのって思った作品なんですけど、でもなんかね、素晴らしい、こういろんなたくさんの賞を取っているショートムービーで、鬼火っていうのがあって、こう生活苦の中で頑張って暮らしている美しい人妻をガス屋のおじさんがこうお寿司を食べさせて物にしようとする、なんかそんなシーンがあって、なんだこれと思ったんですけど、でもなんかすごい有名な監督が撮られていて、有名な女優さんと俳優さんとっていう、何かこう昭和ってさ、描き方が不思議だよね。後でよく考えて、これは何が言いたかったんだろうって、こう根掘り葉掘りするのもなかなか面白いし、小さい時フランス映画の最後が分かんなかったのとちょっと似てますね。ここで終わり？この先私の心はどうしてくれるの？っていうのが結構多かったですね。さあ、エルモさん、ありがとうございます。オンコチシン、またまた駄菓子屋さんですね。そこのお店の内装の京町屋みたいなものや、駄菓子が木の箱に入って綺麗で、その当時子供だった人は懐かしいらしいです。もう一つは紙芝居などでの水飴や型抜き。型抜きはわかりますよ。お祭りに行くと、あのちっちゃいプレートがあって、こう用紙でプチ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 って綺麗に型が抜けると、おじさんがなんかくれるやつですよね。でも別に欲しくないやつなんですけど、ちょっと自分に勝った勝利感を得られるという。高田真理子さんが経験されたことがあるならば、駄菓子ならナンバーワンからナンバーファイブまでの駄菓子順位とそんなにたくさんあげなきゃダメですか、エルモさん。紙芝居で見た覚えのあるタイトルはありますか？紙芝居はですね、私が子どもの頃は紙芝居屋さんというものはもう私の住んでいるところには来なかったですね。皆さん紙芝居屋さんありますか？ないですよね。ちょっとギリギリないですよね。エルモさんおいくつぐらいなんでしょうかね。駄菓子はね、好きだったのはおせんべいです。今の500円玉よりちょっと大きなもので、5円で小さな、そうだな、お守り袋の3倍ぐらいの紙袋におせんべいをいっぱい詰めてくれるんですね。青のりと塩味で、今思えばちょっとサラダ、ソフトじゃないサラダみたいなそんな味ですかね。大好きでしたね。あと5円チョコレート、チロルチョコレートも大好きだったけど、今のお子さんチロルチョコレート駄菓子で買えないですよね。結構なお値段になりましたよね。そうだよね、そうだよね。キットカットもある日突然倍の値段になったのよ。私はびっくりしたわ。大阪府枚方市のみほちゃん、ありがとうございます。以前マリネも言ってましたが、私たちが小さい頃には必ずやったゴム跳び、最近の子はやらないのかなと思ってましたが、この前近所の公園でゴム跳びをしている女の子たちを見かけました。わお、素晴らしいですね。大阪府にはまだゴム跳びをしている女の子ちゃんがいますね。懐かしいなと思ったのと同時に、この子たちは誰にゴム跳びを教えてもらったんだろうって思いました。きっと誰かが昭和の遊びを教えてるんだろうなって思ったら、ちょっと嬉しくなりました。昭和の遊びを近所の女の子たちに教えるって、なかなかこう、声かけってどうなんでしょうね。
私結構子供見かけるとおかえりとか声かけちゃうんですけど、なんか声かけたらあかんみたいなのがあって、時々しょんぼりするんですけどね。千代田区の秋葉まどかさん、ありがとうございます。温故知新ノーベル平和賞、皆さん昨日ニュースご覧になりましたか？私も見てたんですけれども、ノーベル平和賞自体は今でもありますが、日本のノーベル平和賞は昭和のイメージが強く、そうなん？昭和49年10月に佐藤栄作元首相が非核三原則で受賞したのが日本では最初で最後。あ、最初で最後なんですね。私佐藤栄作っていうと沖縄返還、あ、これがすごいなと思ってたんですけど、非核三原則、戦後の日本は平和主義なんだと強く印象付けた出来事でした。まだ生まれてませんでしたが、かっこ閉じ。そんなノーベル平和賞、実は今にわかに注目を浴びています。なんと今年は戦争放棄の憲法9条を保持している日本国民がノミネートされているのです。皆さんご存知でしたか？ノミネートされてたらしいですよ、私たち。ありがたいですね、嬉しいですね。これはすごい。受賞が決定したら日本国民全員がノーベル賞受賞者になるんでしょうか。笑いって書いてありますけど、ここ笑っちゃダメなとこじゃないですかね。まあね、ね、偉大な皆様が受賞されておりましたけれども、でもやっぱり彼らのニュース見てても、彼らが演説してることってバン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 胸に入ってきますよね。私たちもそうやっていろんなメッセージをこうやってね、世界に届けていきたいと思います。皆さんも何か思うことを伝えたいことあったら、ぜひ番組宛てにお便りくださいね、メールくださいね。他にもですね、海坊主さん、そして神奈川県の徳さん、あれ徳さん、徳さんからもいただいておりました。どうもありがとうございました。古き良き昭和の、温故知新のコーナーでございました。続いてはこちらでございます。タワフルマリコソング、坂井さんからいただいております。ありがとう。マリコさんこんばんは。この曲をリクエストします。いろいろと気持ちがマイナスに向かうこともありますが、そんな時にそんな気持ちも一緒に前を向かせてくれる大好きな曲です、ということでいただきました。お届けします。甲田マリコ、太陽で行こう。
高田真理子太陽で行こうお届けしました。暴れてたら脱げた他にもですね、埼玉県道園さん、祝高田真理子 CD デビュー20周年なのですよ、ありがとうございます。1994年10月21日おーすごいですね。でもね、僕らの素敵と思わせておいて両 A 面だったカップリングのハーモニーをお願いします。ありがとうございます他にもですね、この方は上野くんですね。山梨の上野くんがね、絶対的エナジーキラお願いします。でちょうど去年の今頃は、あちこちでね、皆さんに会いに伺っていたところですね。そして群馬県の海坊主さんからは星の思いをお願いしますということでいただいております。ありがとうございます。ありがとう、エルモさんからは雨のちスペシャル、そして上野くんからは起きぬの子守唄、もう一つ寂しがり屋の恋、そして青い月さんからはハッピーなるもの、徳さんからは今ある勇気、そしてですね、吉尾さんからは元気出してね、ありがとうございます。みほちゃんからはミラクルフレンド、でもって晴れた日にバスに乗ってが国士武藤さん、他たくさんの皆さんからリクエストいただきました。どうもありがとうございました。続いてはこのコーナーでございます。ザ・観光地いざ行けジャパン、行ってみてよかったあの場所、そして我がふるさと、街並みが素敵、歴史ある街、あなたのおすすめ観光地を東京タワーから世界の皆さんにお届けしようというコーナーでございます。三重県のディディディ君、ありがとうございます。難しいよ読み方が、間違ってたら教えてくださいね。違いますって言ってくださいね。私のおすすめの観光地はズバリオラが町いなべを走る三義鉄道北緯線、北西線、ありがとうございます。電車かよと侮ることなかれ、世界にも珍しいナローゲージと呼ばれる超狭い線路幅の規格の電車なのです。おう、ゆえに電車はとにかくミニマム、席に座ると対面の人と膝がぶつかるくらいでもいい、混雑時はどんな感じなのかしら、そして遅い、時速40キロしか出ないので、全盛期の私が、全盛期の私って自転車を全速力で漕げば、なんとうちの近所の最寄りの駅から上り終点桑名駅の間で勝ててしまう。それに挑戦してる君もすごいぞ、ちなみに私の最寄り駅は駅の統廃合で廃駅になりました。そして何より駅は一面のコスモス畑、秋は一面のコスモス畑、今じゃコスモス畑ですね、素敵ですね。春は桜並木の中を走っていい雰囲気です。ゆったりとした、ゆっくりとした時間を走る三義鉄道北西線、今コスモスが見頃ですよという三重県の DDD 星を継ぐ者さんからいただきました。ありがとうございました。鉄道好きというと海坊主くん、ちょっと心が浮かれませんかこれね。えありがとうございます鉄道といえばこの方からもいただいておりますよ。北風太郎さん、香川県の北風太郎さんからいただいております。ことでん公式ガイドブックレトロ電車&近代化産業遺産ということで、なんとことでんさんはパンフレットを出しておられます。後であげるからね海坊主くんね。今ね膝がおーって出ましたね。1日フリー切符っていうのがあって、ことでん乗り放題んでもって1230円、ワン、ツー、スリー、ゼロでございます。素晴らしいですね。後ろにね、いろんな駅の路線図が載っていて、これいいですね。私あまり電車に乗ることが少ないので、いつもどこに行ったらわかんない、どこに行ってもなんかもう路線図ないじゃんみたいな。で、なんかさ、電車に乗れば路線図があるかなとかって思って乗ると、最近の電車はさ、なんかちょっと豪華になってて、電光掲示板とかになってて、路線図ないじゃんみたいな、よくしょぼしょぼ泣くことが多いんですけども、ちなみにそのことでんの写真も送ってくださっております。ことでんの写真見えるか、全世界ことでんだこれが、ちょっと難しいかな北風太郎さんありがとうございます。マリネさんこんばんは。こんばんは。前回話した僕の住んでいる香川高松のローカル鉄道高松琴平電気鉄道イコール琴電は、毎月決まった日曜日にレトロ電車を運転しています。明日ですね、日曜日。でも毎月決まった日曜日だから明日の日曜日とは限らないのか。
このレトロ電車が温故知新の昭和の味があります。そのあたりは送ったガイドブックに詳しく書いてあります。え、これを読めと？え、書いて送れよ。はい、わかりました。でも読んだよ。ありがとうございます。これがね、また読めないのがいっぱい。皆さん、地名、固有名詞にはぜひルビーを思い出して、私と初めて会った頃のこと。こいつなんて読むんや、うるさい女やな。国府田さん、小豚さん、なんだ高高よ、読めないよ。そうです、まさにそれです。固有名詞は読めません。ぜひルビーをお振りくださいませ。琴平を走っていますということで、僕が気に入っているのは写真も同封していた20型23号の車内の感じです。いい感じでしょう。車内の木の感じがとてもよく昭和の感じが溢れています。北風太郎くん、すごい嬉しいんだけど、みんなには伝わりづらいかな。うん、どうもありがとうございました。この琴伝、すごくいろんなことにですね、力をなんていうんですかね、が力を入れていて、琴伝専用のおせんべいがあるんですよ。それがまた超かわいいんです。写真見えるかな。パリンコパリンコ琴伝って書いてあります。ほら、世界のみんな、これがパリンコパリンコ琴伝のおせんべいだ。見えるのかということでですね、北風太郎さんいただきました。どうもありがとうございました。他にもたくさんの皆さんからいただいておったのでございますが、お時間となりました。それゆけ、いざゆけジャパンということで、ザ観光地、あなたのおすすめの観光地を教えてくださいませ。どうもありがとう。タワーの磯吉。渡すからねって言って渡さないで、そのまま過ぎてしまったので、アフロさんお願いしていいですか。これを海坊主さんに、海坊主さんはその方でございます。あ、いらないって言わないでください。ぜひ、面白いことがいっぱい書いてありましたよ。もらってあげてくださいね。さあ、タワーの磯吉でございます。磯吉さんのコーナーなので、磯吉さんからですよ。今回のお題は冬やったかな、忘れてもた。コンビニでおでん肉まん缶コーヒー。いいっすね。缶コーヒーでも甘くないですかね。コンビニのカフェってどうなの。私、スタジオの近くにファミリーマートがあって、ファミリーマートのカフェはよく使いますね。大好きですね。あと、この間びっくりしたのが、サンクスのカフェはデカフェ、カフェインレスのコーヒーが置いてありました。これ夜飲むのいいですね。なんか最近はさ、夜中でも美味しいコーヒーが飲めるようになったんですよ。素晴らしいですね。そしてエルモさん、ありがとうございます。ストーブでさつまいも作りホクホクだ。かわいい。昔は外の落ち葉で焼き芋を焼いて食べることが可能でしたが、今は無理ですね。だからストーブで食べるのもいいですよねっていただいております。どうもありがとう。続いて神奈川県厚木市の水里そらちゃんです。そらちゃん、ありがとう。ぬくもりは寒くなくても欲しいもの。ぬくもり欲しい。確かに確かに。としみちゃん、兵庫県加古川市のとしみちゃんです。ありがとうございます。かさばって冬服全部しまえない、あれば幸せ、マイ衣装部屋。衣装持ちさんなんですね、としみちゃん。タンスに入らないので毎年衣替えの度に思います。 T シャツ1枚とセーター1枚の差は大きい。断捨離すれば問題解決。でも気が向かない。かわいい。そうですよね。私もいつもお洋服には埋もれておりますが。おっと、どこへ。たかゆきさん、いい湯だな、思わず行っちゃう。極楽。プリキュアの映画が公開、まあ出てないけど。 ありがとうございます。どこからか見に行きましたという声が。ありがとうございます。でも泣けたでしょ。泣けたでしょ。ラブリーのセリフが言えないよ。うん。さあ、神奈川県藤沢市の国士無糖さん、ありがとうございます。コシクシムトウさんはパパさんなんですけど、枕元あったらいいなプレゼント。いやん。
そうだね、あげる側になっちゃったからね。でも誰かのサンタさんになれるってちょっと幸せじゃない？徳さん、徳さんありがとうございます。お日様のぬくもりポカポカ宝物はよ嫁を見つけていっか団らんを。私の 1.5 倍計画とともにですね、一家団らんをこう目論んでいる徳さんです。素晴らしいですね。ということで、あ、じゃあ最後にもう一枚お届けしたいと思います。東京都千代田区の秋葉まどかさん。凍れる日、こたつにダイブ救われる。ちなみにダイブとだいぶ救われるをかけてみましたが、伝え方はプロの手腕に期待しています。挑戦かありがとうございました。他にも上野さん、そしてもう一枚お届こい高雪さん、美穂ちゃん、いただいておりました。さあ、磯吉さんのコーナー、あなたからの素敵な川柳お待ちしておりますよ。ちなみにお題は冬に欲しくなるものということで、私がお題を出しておりました。忘れててごめんてへ。さあ、続いてのコーナーこちらです。タワフルマリコソング、じゅん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 。リクエストありがとうございました。先ほどね、ゾゾノくんがハーモニーをリクエストしてくれましたが、千代田区のまどかさんもハーモニーと僕好きをリクエストしてくれております。 KK さんもリクエストしてくれてありますね。マリネこんばんは。こんばんは。僕らの素敵をリクエストします。1994年10月21日にリリースされて間もなく20年、アーティスト活動20周年ですね。アニバーサリー、ありがとうございます。あー、もうライブが待ち遠しい。おいらもだよ。10年後も20年後もきっと同じことを言ってると思います。それではこれからも応援してますので頑張ってください。 KK さんありがとうございます。ますますみんなが闇に落ちてってるよ。みんなお届けします、小田真理子、僕らの素敵素敵バージョン。そばにいて支え合うことは僕らコーダマリコ、僕らの素敵お届けしております。これは私の、まあアーティストとしてのデビュー曲で、多分今までで一番歌ったことが多い曲なんですけれども、果てはね、豊島園でね、スピーカーの帰りがなくてすいません、歌い出しどこですかみたいな、歌えないまま曲が終わったとかね、いろいろな思い出もあったりするんですけども、でも
そうですね、いろんな思い出がある中で自分がこう心にパワーをなくしてしまって、みんなが一緒に歌ってくれた瞬間、それから震災のあと5月にライブをやるのかやらないのかでスタッフとすごく悩んだ時に、今やんないでいつやんのよって言ってゴーを出して、いざリハーサルの時に、この歌って実はすごく大事なことを歌ってて歌えないのね、なんかね暴れちゃった、歌えないんですよ、なんかソーシャル、なんかソーシャルなんとかで、福田理央さんお返事ありがとうございます、なんか全然違うところで全然違う会話をしているけど、まあいいや。そう、なんか私今まで歌ってて意味分かってなかったんだな本当にって思った5月のその瞬間でした。でも、あ、でも私今歌うために呼吸してるんだって思って、リハーサルの時に全然歌えなかったのに、本番和光でみんなの顔を見た途端すごくこう溢れてくるものが止められなくって、声が出ない、歌えないというよりは歌うのをやめたくないっていう気持ちになりました。そしてみんなと一緒に歌うことができてすごくありがたいなって思ったのね。あの時和光の文化センターも被災していて、でずっと休館してたんですよ。で私のライブが復活の第1回目のライブだったんですけれども、あーなんかこう歌ってすごいなって、それから一緒に歌ってくれる人がいるってすごいなってそう思いました。これからもよろしくお願いします。幸田真理子僕らの素敵お届けしました。続いてはこのコーナーです。絶滅危惧種はがき職人を救え、卵からオムレツ。このコーナーを始めてからメールの紙が文字でびっしりだった、あなただいぶ減ってきましたよ。素晴らしいですよ。読むときに涙を流さなくても大丈夫になってきましたよ。お届けしましょう、絶滅危惧種はがき職人を育てよということで、卵からオムレツガンガンご紹介してまいりたいと思います。あ、おこちゃん、どうそのくんのはがき元気だなマリコさんこんばんは。こんばんは。これはですね、きっとね、あの人だな、吉政さん、福島県会津若松市の吉政さんです。いつもありがとうございます。今回のお題、子供の頃の夢ですが、僕が小学3年生の時、近所でテレビの生放送番組の撮影がありました。まあ、なんてハイカラな、私が小学校3年生の時にテレビの撮影なんか全くなかったですよ。コンビニもなかったですよ、うちの近く確か。びっくりですね。番組には地元の小学生にインタビューをするコーナーがあり、わお、僕を含む3人が出演、地域を代表して3人が出演だってすごい。子供に聞く定番の質問といえばやはり、大きくなったら何に、あ、言いなくなった、何になりたいです。大きくなったら何になりたい。まずリハーサルがあります。あ、インタビューもリハーサルがあるんですね。そんな親切なインタビュー受けたことないっす。ずるいですねまあでも、あの、同じこと2回言えないので、インタビューはリハーサルない方がいいですね。まあ、吉政くんはリハーサルを受けました。最初の子がパイロット、2人目の子がおまわりさん。吉政くんはですね、おまわりさんって言おうと思ってたのに前の人に言われちゃったんですよ、かわいそうに。でも自分もおまわりさんと言おうと思ってたので、僕もおまわりさんと答えました。特になりたいわけではなかったんですけどねリハーサルが終了します。結構ね、激タッチになってるんですよ。ここで僕は前の子と同じ夢ではつまらないと思い、何か少年らしい別の夢に変えようと考えましたね、別の夢に。しかし何も思いつかないまま本番になり、最初の子がパイロット、次の子がおまわりさんと答えました。ついに僕の番です。その時になっても良い答えが出ず、とっさに浮かんだことを大きな声で叫びました。会社の社長。なんとも純粋な少年らしくない夢に、出演者さんやスタッフさんに大いに笑われました。その後のことはよく覚えていないのですが、それからしばらくは近所の人に会うたび、よっ社長と声をかけられ、恥ずかしい思いをしてしまいました。素敵じゃないですか。私は好きですけどね。なんか
リスナーちゃんのね、子供がさ、ね、大きくなったら何になる？社長、よし頑張れ、私のラジオを作ってくれ。絶対言うね。おっとどこい、たかゆきさん、ありがとうございます。僕の夢は電車の運転手さん。子供の頃は今でいう撮り鉄で、近所の電車はもちろん旅行先でも必ず写真を撮り、毎日ニヤニヤしながら眺めたもんです。年とともに電車への興味も薄れ、夢は夢のまま終わってしまいましたが、今でもその頃に撮った写真は大切にしています。わお、素敵ですね。これリスナーさんでも鉄尾ちゃん、鉄子ちゃんが結構いっぱいいるので、今度鉄尾鉄子の部屋とかやってみたらどうですかね。なかなか面白そうです。そしたら私髪の毎こうモフモフにして司会進行しますよ。番組的に面白いかどうかわかんないですけどね。他にもたくさんの皆さんからいただいておりました。どうもありがとうございました。卵からオムレツのコーナーでした。夕方メール。さあ夕方メール、続いてですね、お届けするのはこの曲なんでございますが、私の手元は今みんなからもらった卵からオムレツ、つまりあなた方の夢であふれております。超嬉しいです。夢を語ってくださいって言ってたくさん来るのって本当に嬉しいことですよね。ちょっと感激してしまいましたけれども、出てまいりましたよ。じゃん、どうぞのくん、それから上野さん、それからまどかさん、たくさんの皆さんからリクエストいただいておりますが、まずはリクエストの前にこのおはがきを、まどかくんからです。ありがとうございます。ツイッパラ220周年おめでとうございます。ありがとうございます。思い返してみれば本当に惜しまれながら終了してしまったツイッパラ、すまないな、大人の事情でな、本当にもう本当に、うん、すいません、ちょっと取り乱してしまいました。当時は絶対に復活すると信じて署名運動に参加していました。その念願かなって20年前の1994年10月16日にツイッパラ2として復活。この復活の瞬間をどれだけ心待ちにしていたことでしょう。オープニングトークが始まった瞬間、熱いものが込み上げてきてしまい、涙を流しながら聞いていました。それだけツイパラ、そしてマリネーのことを愛していた、いた、いたですよね。もちろんその思いは今でも同じ。よかったです。こうして一緒に20周年をお祝いできることに心から感謝しています。ということで、こちらこそありがとうございます。追伸、これで前回みのりネタを送ってしまったのを許してくれるはず。いいの、私みのりちゃんと LINE 仲間だからさ、後で名前言っとくから、みのりよろしくねって言っとくから。もうすぐみのりのね写真集も出ることだし、皆さんぜひ見てくださいね。みのりちゃんすごいんだよ。でもいいの、私だけ写真見してもらっちゃったんだもん。あ、違った、コーナー違う、タワフルマリコソングのコーナーでございます。たくさんのリクエストありがとうございます。やっぱりこれでしょう。今回リクエストしていただきたい曲は、ちょっと文章が変だけどそのまま読むぞ。記念すべき21周年を記念してツインビーパラダイスの曲はどれも好きですが、生歌で聴き一番好きな曲をリクエストしたいと思います。上野くんありがとう。合言葉は B、 ツインビーボーカルパラダイスフューチャリングマリコ高田よりお届けします。ツインメモリーズ。青い影を映す夢と同じ
河田麻里子ツインメモリーズお届けしております。さあツインメモリーズに乗せて夕方メールを皆様にお届けしたいと思います。ペンネームかっちゃん、かっちゃんありがとう。麻里子さんこんにちは。こんにちは。唐突でごめんなさい。プル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 。私は学生時代麻里子さんのラジオやライブが大好きでした。と社会人になりだんだん縁遠くなってしまっていたのですが、偶然ネットでこの番組に出会いました。かっちゃん嬉しい。私にとって10年ぶりのマリコ、10年ぶりです。マリコさんはお帰りなく嬉しくなりました。マリコさんのぬくもりあるお声やお人柄はやっぱり私の声てるてるてる。ありがとうございます。私も東京タワーへ会いに行きたいと思う今日この頃です。というかっちゃんさんです。もしね機会があったら東京タワークラブ三三三遊びにいらしてくださいね。神奈川県藤沢市の隠し武藤さんありがとうございます。先週末は息子の運動会へ参加してきたのですが、やっぱり幼子の頑張る姿はいいものです。我が子だけでなく全員応援したくなるから不思議ですよね。さてそんな運動会ですが、麻里子さんの小学校は露天商など出ていましたか？私のふるさとの群馬県はそれが普通だったのです。だから運動会イコールお祭り、競技が終わり次第まっしぐらに肩抜きなどに走った小学生時代。おー素敵ですね。活躍させてご紹介させていただきました。なかった、そんなもんなかった。運動会終わったらとっとと片付けて帰らされた。寂しい。エルモさんありがとうございます。9月15日大阪での初ディナーショー無事に成功しておめでとうございます。ありがとうございます。甲田さんのファンクラブを拝見して素敵な文章や写真に甲田さんの素敵な花嫁衣装、花嫁衣装花嫁衣装本当にちゃう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 、綺麗でお似合いですね。相手の南香織さんと二人揃って素敵な結婚披露宴でしたね。でもどうしよう、もうやんやん。また次回も大阪など関西などで開催してくださる。結婚披露宴を。ちなみに次回のブンブン GM は今月の22日夕方7時からです。ニコニコ生放送です。いいのかなこんな言葉で言って他にもとしみちゃん、としみちゃんは9月の放送では大吉さんが私の誕生日を投稿してくださり、マリネーさんからもお祝いの言葉をいただきとても嬉しかったです。ありがとうございました。でも大吉さんのメールの間だけ家でユーストを見ていた私の PC は止まっていました。わーおー、大吉さんのメールが読まれる直前に止まり、復活した時は次の方のメール、見事なほど大吉さんのメールの部分だけすっぽーんと止まっていたというか、画面からマリネーさんの姿すら消えていたので、止まってたというより切れてたって感じです。ここまで遮断されたのはレインボービームでもありません。大丈夫、何回も見られるから見てね他にもですね、西村美穂ちゃん、美穂ちゃんは月食、皆既月食のことをすごくたくさんですね、詳しく送ってくれましたよ。ありがとうございます。それから上野祐樹さんは、なんと旅館のお仕事で団体客の送迎をするときにすごいサプライズがあったそうです。中学時代の恩師がお客様として訪れたそうですよ。最初は私だと気がつきませんでしたが、後で私だと気づき、とても喜んでいました。私もびっくりしましたが嬉しかったです。そして頑張ってと応援し、これからも頑張ろうと思いましたって。あ、素敵なディナーショー、お仕事で行けなくて残念でしたねって書いてあります。ありがとう。マリネさん、かぼちゃになってて元気そうですね、嬉しい、やっほーソーシャルストリームで、ツイッターでも参加できるので、もしまだ間に合いますよ、入ってきてくださいね。みほちゃん、ハッピーターンのアイスを食べてみました。知ってる？ハッピーターンの美味しい？マジですか？すごい悔しいですね。私も食べてみたいです。あ、でもバニラアイスにカッパエビセンを混ぜて食べたことあります。あれ、なかなか美味しいです。え、ダメ？あれ？私だけ？あ、あとパンにチーズと海苔は美味しいと思いませんか？海苔、海苔、お塩？おかしいなぁ。もういいです、おいしいものが世の中にはいっぱいあるんですよ。神奈川県徳さん、ありがとうございます。この1ヶ月いろいろ考えることの多い日々でした。
自分がこの世界からいなくなってしまうかもしれないという不安、自分の人生で何をしてきたかについて、これからどう生きていくのかについて、とにかく自分と向き合うことの多い1ヶ月でした。最終的になかなか考えはまとまらなかったのですが、とにかく前向きに生きていくしかないのかな。今できることを一つずつ、とりあえず生活には支障のなかったことに感謝しつつ日々を過ごしていきますという徳さん。あのさっきまでねママさんと一緒にいらしてくださってたんですけど、ちょっと今ねどこかで休まれているんでしょうか。みんなあの季節の変わり目ですので、お風邪ひいたり、それからのぶっちゃけですね、私たちも血圧は気にしなければいけませんよ。私はあの低血なので60、80とかびっくりするぐらい低いんですけれども、こうやってみんなといるときはすごい元気なんですよね。だから体ってやっぱり気持ちの持ちようって絶対あると思いますね。皆さんぜひお気をつけください。笑ってると抵抗力がいっぱい上がるそうですよ。今日もいっぱい笑えたかな。みんながすごい楽しい幸せな瞬間を、あ、さっきいっぱい読んだのよ。あいつ若松の鈴木さんでございますが、そうだよね、私間違ってないよね。今日はですねハロウィンということで、皆さんがこう相変わらず黒く怖いお化けに見えておりますので、違う時は違うからって言ってくださいね。私なかなか自由なタイプなので、そのまま思い込みで話を進めます。さあお別れの時間になりました。次回甲田真理子のタワフルステーションはもちろん第2土曜日11月8日夕方の5時、このクラブ333で行われます。オンエアは東京タワー TV、 お台場 TV、 原渋 TV にてもちろん生放送、そしてこの東京タワー大展望台1階クラブ333からの公開生放送です。皆さんぜひ会いに来てください。番組はユーストリームで何回もエンジョイできます。番組ではあなたからのお便りメールをお待ちしております。メールアドレスです。東京タワーアットマークハッピーハッピーハッピー .co.jp です。お便りの宛先です。郵便番号 107-0052 東京都港区赤坂 7-3-37 カナダ大使館1階、ハッピーハッピーハッピーレコーズ株式会社、東京タワー TV、 甲田真理子のタワーフルステーション、それぞれの係までです。一息じゃ言えませんでした。2回ほど息を吸わせていただきました。メールは11月の7日お昼12時まで、お便りは11月の6日必着となります。よろしくお願いいたします。各コーナーお題がございます。お題のあるコーナーがございますので、卵からオムレツの11月のお題はみんな好きだよきっと。ああ、勘違い、ああ勘違い、お待ちしておりますよ。そしてタワーの磯吉、今回のお題はご飯、ご飯です。幸せご飯の歌でもいいよ。そしてタワーフルマリコソングではあなたからのリクエストお待ちしております。レインボービーム、レインボービームはお台場 TV で見られますが、10月の17日です。6日後でございます。甲田真理子のレインボービーム、こちらも皆さんに楽しくお届けしますので、ぜひアクセスしてくださいね。そして甲田真理子南香織のブンブン GM は10月の22日の水曜日夜の7時からニコニコ生放送でオンエアでございます。それでは皆さん、今日も最後までお付き合いありがとうございました。また来月11月の8日この時間にお会いしましょう。お相手は私甲田真理子でした。ユーストリームでご覧の皆さんには絶対的エナジーキラのプロモーションビデオをお届けしながらお別れとなります。合言葉決めたいね、合言葉決めたいね。ありがとうございます。なんか決めちゃう？今決めちゃう？今決めちゃう？あ、今ちょっと時間過ぎちゃった。時間過ぎたからのんびりやろう。合言葉、合言葉は B はあるじゃない？レインボービームもあるじゃない？これはタワフル TV じゃない？え、B なの？ B？ B？ TB？すげこじつけ。それしかも V じゃなくて B なの？ TB なの？合言葉はタワフル TB？ よし、そうしよう。それじゃあみんな大丈夫？合言葉はタワフル TB？ 合言葉はタワフル TB？
それでは参りましょう。今夜も最後までお相手ありがとうございました。お相手は私小田真理子とクラブ333の皆さん、そして画面の前のあなた、一緒に合言葉参りましょう。タワフルの初の合言葉です。タワフル TV、 合言葉はタワフル TV、 よし、もう間違いない。それじゃみんな一緒に行くよ。合言葉はタワフル TV。Thank you.